ハロー、アースの移動、霊夢です。地球の皆さん、こんにちは、マリサだぜ。今回は、ロックオンストラトスについて解説していくよ。またコードネームに込められた意味についても考察しているから、ぜひ最後まで見てね。ロックオンの人生、狙い撃つぜ。それでは、ガンダム解説、レディー、ゴー。まずロックオンストラトスとはどのような人物なのか紹介するわね。ファーストシーズンのロックオンと、セカンドシーズンのロックオンは別人なんだよな。ファーストシーズンがニール・ディランディ、セカンドシーズンがライル・ディランディね。ニールとライルは双子の兄弟で、ニールがお兄さんよ。顔も体格もほとんど一緒だから、隣に立たれたら区別つかないよな。ニールが185センチ、ライルが186センチだから、ライルの方が微妙に身長が高いわね。体重もニールが67キロに対して、ライルが68キロだから、ライルの方が微妙に重いわ。微妙すぎてわからんぜ。生年月日は2283年3月3日で、血液型は二人とも O 型よ。こんな感じで見た目や体格なんかはほとんど一緒だけど趣味や性格は全く違うの。そうなのか？例えば、ニールはジャガイモが好きなんだけど、ライルはアイリッシュウイスキーやタバコが好きね。趣味もニールが読書なのに対して、ライルは喫煙ね。ニールって、意外と可愛いんだな。対してライルは体に悪そうな趣味思考をしているな。ちなみに声優は二人とも三木慎一郎さんが務めていて、声は全く一緒よ。さて、ここからはニールとライル、それぞれに分けて紹介していくわよ。まずは初代ロックオンストラトスこと、ニール・ディランディね。兄貴の方だな。ニールはファーストシーズン登場時で24歳で、ガンダム・デュナメスのパイロットよ。幼い頃に両親と妹のエイミーを KPSA っていう、反政府ゲリラの自爆テロで失っていて、テロリストに対して強い憎しみを抱いているの。だから、劇中で KPSA に所属していた過去を持つ刹那に銃口を向けることすらあったわ。家族をテロで失っていたのか。弟のライルは無事だったのか。ライルは少年時代から寄宿学校に通っていたから、自爆テロには巻き込まれていないの。ニールはこの過去からかつて KPSA を指揮していたアリアル・サーシェスは家族の仇と言える人物で、サーシェスと交戦した時には貴様は戦いを生み出すゴンゲだと激高しているわ。ニールはこのテロがきっかけでソレスタルビーイングに入ることを決めたんだよな。唯一残った家族の弟、ライルが平和に暮らせる、テロのない世界を作るために、ね。スカウトを受けてガンダムマイスターになった後は、愛機のデュナメスガンダムと共に、特技の射撃技能を活かした狙撃手となって、自らの行いに罪悪感を抱きつつも、目的が達成したら裁きを受けると公言しながら戦い続けていたわ。普段はひょうひょうとしていて面倒見がよく、社交的で思いやりのある兄貴分なだけに、激高したりすると迫力あるよな。ニールは最終的に、ソレスタルビーイング殲滅のために行われた国連軍の総攻撃の際、家族の仇であるサーシェスと交戦し、デュナメスを大破させられてしまうわ。その後、脱出し、放棄されていた GN キャノンを生身で操作してサーシェスと差し違える形で死亡するの。ニールが命を落としてまで倒そうとしたのに、結局サーシェスは生き残ったんだよな。そういえば、ニールの射撃の技量って、ソレスタルビーイングに入ってから鍛えたのか？いや、ニールは学生時代に射撃大会で優勝するほどの射撃の名手で、作中でも利き目の右目を負傷した時を除けば、グラハムとの遭遇戦以外では狙撃を交わされていないわ。その射撃の技量は弟ライルと共に、競技ライフルで鍛えたもので、テロの後、その腕を活かしてスナイパーをしていた経験もあるそうよ。さらに、総合的な技量でもソレスタルビーイングの中でも抜きんでたものがあって、射撃特化型であるデュナメスで近接戦闘に長ける、スローネツバイと互角以上に戦っていたわ。ニールはやっぱり狙撃のイメージが強いけど、だからって近接戦が弱いってわけじゃないんだな。最後のサーシェスとの戦闘では右目の負傷と、戦闘中にサーシェスにそれを気づかれたことが原因で、視覚を突かれる形で撃破されてしまったわ。ニールは死後もたびたび、刹那やテイリアの前に、幻影として現れるなど、トレミーの面々に大きな影響を与えていて、セカンドシーズンでのトレミーが、お人よしとしか思えない行動をたびたび取ることの延々になっているわ。ニールの生き様が、トレミー全員に影響を与え、成長させたのは間違いないな。次はライル・ディランディについて紹介するわね。ライルはケルディム・ガンダムやガンダム・サバーニャのパイロットを務める、二代目のロックオン・ストラトスよ。初代ロックオンであるニールが狙撃を得意としていたのとは対照的に、ライルは弾丸をばらまくような戦闘スタイルが得意で、狙い撃つ、ではなく乱れ撃つって感じの戦闘をすることが多かったわ。同じ射撃特化の機体でも、ニールとは戦闘スタイルが全然違うんだな。弾丸をばらまくことが多いと言っても、狙撃技術は十分高くて実戦で十分に通用する腕を持つわ。狙撃技術ではニールに劣るものの、早撃ちではシャーシェスを超える腕前を披露していたわ。得意不得意がニールとは違うけど、
パイロットとしてニールに劣っているわけじゃないんだな。そういえばライルって、刹那にスカウトされてソレスタルビーイングに入ったんだよな。そうだね。もともとライルは AU の商社に勤めながら、反連邦組織カタロンの構成員人員1として活動していたの。当初は裏でカタロンに情報を流すスパイだったんだけど、そのことはいつの間にか周知の事実になっていて、要所要所でカタロンとソレスタルビーイングの橋渡し的な役割を担うことになったわ。もともと刹那はライルがカタロンの構成員であることを知った上でスカウトしていたからな。スパイ行動することは想定済みだったのかもしれないな。ライルは幼い頃から優秀だった兄のニールと比べられることが多かったため、コンプレックスを持っていて、そのため家族とは離れた土地にある学校に通っていたの。だからテロに巻き込まれることはなかったんだけど、テロで家族を亡くしていこう、家族への愛情を持てない自分と葛藤を抱えるようになるわ。ニールとは違って家族を目の前で失ったわけじゃないから、ニールのような復讐心なんかがライルにはないんだな。家族を亡くした後もニールの援助によって学校に通い続けることができて、卒業後は無事に AU の商社に就職できたんだけど、連邦の姿勢に反発して、ニールが望んでいないと知りながらもカタロンの一員として活動していたわ。じゃあ、ファーストシーズンの時も、ライルはカタロンとして活動していたのか？ライルがいつからカタロンとして活動していたのかはわからないけど、ファーストシーズンでは一度だけ、家族の墓参りをしたニールが、同じように墓参りに来ていたライルを目撃しているシーンがあるわね。ファーストシーズンでも登場していたんだな。でも、本格的な登場はやっぱりセカンドシーズンね。刹那からの接触を受けて、ニールがソレスタルビーイングの一員であり、4年前に死亡したことを知って、ニールの意思を継ぐ形で、ロックオンストラトスとしてガンダムマイスターになったの。ライルは兄ニールと比べられることがコンプレックスと言っていたけど、仲が悪いわけじゃないんだよな。仲が悪いどころか、もともとライルはニールのことを尊敬していて、兄が自慢できるような弟になりたいと思っていたの。けど、幼少期からニールと比べられていたことが強いコンプレックスになっていて、逃げるように寄宿舎へ身を寄せて、家族とは別居していたわ。兄弟だからこその悩みだよな。そのためソレスタルビーイングに参加した時、自分を通して兄を見るフェルトに、俺は兄さんじゃないと言って荒用事であくまで別人であると分からせるなど、強引な手段も取っているわ。荒用事イコールキスにはさすがに驚いたぜ。この兄へのコンプレックスは根が深くて、家族を殺したテロリストの一員だった刹那が、テロ活動していたことや首謀者の存在について話をした時も、兄はやっぱり自分よりすごい人間だと言った、卑屈とも言える冷たい反応をしていたわ。劇中での活躍を見ていると、ライルがニールに劣るってことはないと思うんだけどな。セカンドシーズン中盤で、トレミーの補充要員として乗り込んできたアニュー・リターナーと、恋人になるんだけど、彼女自身も気づいていなかったんだけど、実はイノベーターで、悲劇的な死別を迎えるの。ライルはアニューがイノベーターであることを薄々気がついていたんだけど、あえて仲間たちには黙っていた節があるわね。この時にアニューを撃った刹那や、何もできないままアニューを死なせてしまった自分に、強い怒りや後悔をにじませるんだよな。けど、このことで兄が感じた無力感や悔しさがどのようなものだったのかを知って、これをきっかけに、ニールへのコンプレックスが解消されて家族の死にもきちんと向き合えるようになるの。この悲劇的な出来事がライルを人間として大きく成長させたんだな。最終決戦では家族の仇であるサーシェスを撃ち、アニューの同位体であるリバイブを撃破するの。その後は家族の墓の隣にアニューの墓を建てて、かつてニールがそうしたように、いずれ自分たちが罰せられることを承知の上で、ガンダムマイスターロックオンストラトスとして生きていくことを決意するわ。登場当初は精神的にも未熟な面が多かったけど、最終的には大きく成長していて、見違えるように頼もしくなったよな。そして、劇場版では初めてライル用に開発されたガンダムであるガンダムサバーニャを買って、エルスとの戦いに挑むわ。ガンダムサバーニャはガンダムデュナメスやケルディムガンダムの機能を集約する方向で、開発されたんだけど、ニールの狙撃を前提として開発されたデュナメスガンダムやケルディムガンダムと違って、ライルの早打ちを主体とした戦闘スタイルを考慮して開発されたわ。機体特性的には唯一のライル専用機ってことだな。脚部から伸びるアームユニットに、シールドとしての機能を持つ GN ホルスタービット、さらにこれに格納されている GN ライフルビット2と、全身に搭載されている GN マイクロミサイルを、装備していて、動く火薬庫とも言える高火力を実現しているわ。これによって火力薬の低エリアの不在を、完璧に補っているな。ビットの搭載量が増えたことで、ハロ一体では制御が追いつかないため、同乗させて制御補助するハロの数も増えているわ。可愛さも2倍だな。また、ライルの射撃能力と2体のハロ、全身に搭載されたガンカメラの連動によって、全周囲射撃を行うことができるため、ケルディムガンダム以上の対多数戦闘が可能よ。
ただ、射撃に特化した反面、近接武器はほとんど皆無だけど、劇場版では敵がエルスしかいなかったため、一切問題にならなかったわ。エルス相手に近接戦なんて、自殺行為以外の何物でもないからな。ちなみに劇場版にはセツナの精神世界にニールが登場していて、セツナを知った激励しているわ。ニールってちょくちょくセツナの精神世界に現れるよな。それだけセツナに大きな影響を与えたってことね。ライルはイノベーターや徴兵でもなければ生き残れないエルス攻防戦の最前線において、ハロニコという合成なサポートがあったとはいえ、普通の人間でありながら最後まで生き延びた、数少ない超級エースであることが証明されたわ。確かに、セツナは純粋種のイノベーターだし、アレルヤやマリーは徴兵だしな。普通の人間でここまで活躍して生き残ってるのってニールくらいしかいないな。さて、じゃあ最後にロックオンストラトスの名前の意味を解説するわね。ロックオンストラトスっていうのは、成層圏まで狙い撃つっていう意味があって、ニールにぴったりな名前になっているの。実際に地上から狙い撃ちしてたよな。ガンダムマイスターのスカウト担当で、ニールをスカウトした張本人であるクラーベは、ライルもマイスター候補の一人として考えていたの。けど、ガンダムエクシアのサポートを行う狙撃機体、ルナメスには狙撃により武田ニールの方が、適していることや、コミュニケーション能力等を考慮しライルのスカウトは見送られたわ。ライルもガンダムマイスター候補の一人だったんだな。これは知らなかったぜ。以上、ロックオンストラトスの人生についての解説でした。あなたの意見もぜひコメントで教えてくれよな。ご視聴、ありがとうございました。